僕は両親と僕と弟二人の五人家族でした。両親は僕たちを育てるために毎日寝る間も惜しんで働いてくれていました。でもある日両親が仕事に出たきり帰ってきませんでした。殺されたんです。殺された場所は別々だけど二人とも撲殺。母の遺体の横には 僕たちの晩ご飯がありました。せっかく母が用意してくれたなら食べようと思いましたが、僕は悲しみのあまり食べれず、お腹の空いている弟二人に食べさせました。次の日の朝、目を覚ますと弟二人が泡を吹いて死んでいました。なぜ僕の家族がこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。 気づいた時が恐怖の始まり